こんにちは。はじめに西日本を中心にした記録的な豪雨により各地で甚大な被害が発生したことについて、お亡くなりになられた方々には深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の方々には心よりお見舞い申し上げます。それでは瞬間文教タイム、本日のラインナップです。まずはこちらの話題です。6月30日、文教総合福祉センターで平成30年度のセカンドステージサポートゼミが始まりました。このゼミは区が発行するおおむね50歳以上の方のための情報誌セカンドステージサポートナビの編集やホームページの開設、情報発信をミドルシニアの皆さんと一緒に行う事業です。全14回のゼミでは情報誌の企画会議、編集会議、完成報告会、専用サイト更新、運用講義などが予定されています。心地よい緊張感の中、第1回のゼミが始まりました。まずは講義から。地域というのは、まさしく人と人が紡いでいる物語です。その物語を私たちが語り部としてどう伝えていくかということが、すごく大事なのかと思います。講義の後は、いろいろな作業を通したチーム作りの時間になりました。これは絵を描いて何をしているところか他のメンバーに伝えるエスチャーゲーム。こっち？なんだか皆さん迷ってますね。続いて個々の考えを出し合い、紙を組み合わせて高さを競うペーパータワー。自分パフェでは自分自身の個性を見つめ直し、それをメンバーに知ってもらう作業を行いました。非常にアクティブで、学生時代に熱中されたことはバンド活動でボーカル担当でした。メンバーのことを知り、チームの輪もできてきたようです。今日はその要は仲間作りというか、まあ、皆さんでこう温め合うようなそういう会だったの で、それお互いのことが知れてよかったと思います。今後こうカメラのことですとか編集のことですとか、今までやったことないことを教えていただいて、ひょっとしたら今までやったことないことにもチャレンジできるのかなということが楽しみですね。はい、いろいろなスキルを身につけたい、まあ、身につけるいい機会という思いましたので、ぜひ参加したいなと思いました。社会に貢献しているっていうことが生きがいにつながってくるかな。学習だけじゃなくて貢献という形、そういう機会を作っていくっていうのが大事じゃないかなと思っています。セカンドステージサポートゼミ、7月21日のカメラ撮影技術講座にはこれからでも参加できますので、興味のある方はぜひお越しください。では次の話題です。6月29日、津和野町東京事務所で地酒の振る舞いイベントが行われました。笠井キャスターが取材してきましたのでご覧ください。私は今、文京区にゆかり深い文豪森鴎外のふるさと、島根県津和野町の東京事務所前に来ています。早速お邪魔してみましょう。スタッフの方にイベントについて聞きました。津和野には地酒蔵元が3社ございます、あるんですけども、その3社の、津和野の地酒っていうのは都内でほぼほぼ出回ってないんですね。その PR イベントとして昨年度から始まったものです。こう文京区の皆様方にしっかり津和野町東京事務所を認識してもらったり、皆様方に溶け込んでいきたいという目的で頑張ってます。津和野町を流れる水質日本一の清流高津川、この川の伏流水で津和野の地酒は作られています。成沢区長も参加した鏡開き。よいしょ、よいしょ。深みのある味わいにまろやかな酸味が広がるウイジン。ガツンとくる喉越しで男酒とも呼ばれる河川。津和野産の米、坂錦を使用した昔ながらの手作りの酒、高砂。津和野町の美味しい地酒が無料で来場者に振る舞われました。もちろん笠井キャスターも。
口当たりまろやかで程よい酸味と辛味が絶妙で美味しいですね。事務所の中では津和野町の特産品が販売されていました。こちらイノシシの肉ですか？はい、津和野のイノシシの燻製ですね。自家製の燻製になります。臭みが全くなくて油が甘くて美味しいですね。絶品でしょう。絶品です。びっくりしました。びっくりした。びっくりしますよね。お父さんも絶賛の一品でした。来場者に感想を聞きました。うまい、うまい。最高です。毎年やっていただきたいです。でも高齢化していただきたいです、はい、あ、いいですね。津和野のなんか味がします。今日暑いですけども、暑い、ね、ちょうど暑さちょうどいいんじゃないですか。大盛況のイベントでした。津和野町東京事務所では津和野の地酒や旬な特産品を販売していますので、皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。では次の話題です。7月1日文京シビックホール小ホールにて平成30年度文京区社会を明るくする大会が開催されました。社会を明るくする運動は、すべての国民がそれぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。区では運動の一環として社会を明るくする大会を毎年実施しています。ただマンネリの活動にしてはならなくて、私たち地域、家庭、学校、そして行政が常に子どもたちに関心を持ち続けること、それを意識的に取り組んでいくことが何よりも大切なことだろうというふうに思います。続いて区内の中学生による意見発表が行われました。確かに一人ではできないことや迷惑をかけてしまうことも多いかもしれない。でもそれだってみんながそれぞれ違うのと同じように一つの個性だろう。私はこう言われた時、今までの自分の言動を振り返ってとても反省しました。地域全体として犯罪や非行をさせない、またできないようにすることはもちろんのこと、地域の温かさで犯罪や非行をやろうと思わせないような雰囲気を作っていくのです。そんな力が地域コミュニティにはあると思います。皆さんは今何不自由なく生活していることが当たり前だと思っていませんか？僕は2年生の頃に行った防災宿泊体験で、それが当たり前にできていることの幸せを知りました。自分は自分を大切にすることと周りの人との関係を大切にすることを心に留め生きていきたいです。心に響く発表の後は、2000年デュオ結成以来、刑務所や少年院などの矯正施設に歌声のメッセージを届けているペペのミニコンサートが開幕。会場が明るい笑顔に包まれていました。こうした活動について私たち一人一人も理解し支援していく必要があるのではないかと感じました。最後にお知らせです。高齢者安心相談センター元富士分室が7月2日に新住所に移転しました。新しい住所は西方 2-19-15旧向ヶ丘地域活動センター跡地です。なお電話番号の変更はありません。7月は環境省の定める熱中症予防強化月間です。皆さん体調には十分気をつけてお過ごしください。瞬間文教タイム、それではまた。